熊の川温泉の人気立ち寄り露天風呂、東照花さんです。こちらの24時間温泉が買える温泉スタンドは別動画で出てきましたね。泉質は単純弱放射能泉、泉温は43度、そしてなんと pH 比が 9.4、 pH が高い、お肌すべすべになりますね。では駐車場から受付まで歩きます。もうすでにこの歩道から非日常空間の癒しを味わえます。富士町加瀬川清流沿いに佇む熊の川温泉、季節ごとに優しい風の音や鳥の鳴き声、川のせせらぎや山の緑を静かに感じれます。熊の川温泉は日本でも有数なラドン含有量を誇り、湯治場として昔から多くの人に愛され続けてきました。その中でも東照花のお湯は毎分500リットルの豊富な湧出量、西九州最大のお湯だからこそできる贅沢な天然温泉です。熊の川温泉の歴史は古く、821年に弘法大師がこの地を訪れ、水鳥が水浴する姿を見て温泉を発見したと言われてます。杖立温泉、龍神温泉、湯布院温泉、箱根温泉、修善寺温泉とかも弘法大師が見つけた温泉と言われてます。温泉発見の神様ですね。ちなみに弘法大師と空海は同じ人です。と言ってる間に入り口に到着です。入り口に来るまでにテンションの上がる緑に囲まれた静かな道でしたね。静かな山あいの敷地から湧き出る天然温泉、東照花到着です。こちらが入り口になります。こちらは立ち寄り入浴のみで宿泊はできません。綺麗なフロントです。今回は貸切風呂に入ります。この日は大浴場が空いてたみたいで、フロントの方がなぜに貸切風呂って不思議そうな顔をしてらっしゃいました。階段を降りていきます。階段を降りて右に行くと大浴場です。階段を降りて左に行くと貸切風呂です。貸切風呂は5室あります。大のお部屋は2700円、小のお部屋は2300円です。今回は毘沙門の湯にお邪魔します。お部屋にはアメニティがありました。こういうのちょっと嬉しいですね。部屋の中にはトイレがありません。部屋の外に近くにあります。こちらが貸切風呂、毘沙門の湯です。小部屋なのでちょっと狭めではありますが、2人で入るなら十分ですよ。美濃石を使ったタイルです。浴槽はヒノキかな、いや違うかな。ではしばらくナレーションを止めます。入浴している気分になってください。Thank you.
ラドン含有量の多い温泉は万病に効果が期待できると言われてます。様々な疾病の進行を遅くしたり、痛みを緩和できたなどの話がよく聞かれます。大変いいお湯でした。九州の放射能泉の温泉は、他に福岡県の薬能寺温泉、彦山温泉、鹿児島県の垂水温泉、熊本県の山田温泉が有名ですね。ゲームコーナーにマッサージコーナーもありました。フロントの近くには大広間もあります。こちらが大浴場になります。大浴場は1200円で入浴できます。普通の温泉よりかはちょっとお高めですが、一度堪能する価値のある温泉です。日によって男湯と女湯が入れ替わるそうです。どちらも雰囲気が最高ですね。こちらから車で15分ぐらい行くと古湯温泉があります。古湯温泉と合わせて古湯、熊野川温泉郷と呼ばれて国民温泉保養地の指定を受けてます。古湯温泉と熊野川温泉は約38度のぬるめの低温とぬるぬるした心地よい肌触りからぬる湯と呼ばれています。ぬるい温泉ですので長い時間入ることができ、体の中からポカポカして体の芯まで温まり、すぐに体が冷えてしまうことがありません。ちなみにこちらから徒歩で10分ぐらいのところに熊野川温泉公衆浴場もあります。こちらは700円で入れます。あと1枚1600円で3軒入れる古湯、熊野川温泉郷、ぬる湯手形もあります。今回の東照家も入ってますので、東照家に入るなら手形を使った方が安く入れますね。東照家はもう一つすごいことがあります。最後に出てきます。これがまたすごいんです。毎週火曜日と水曜日が定休日、ただ祝日の場合は営業です。東照家には離れがあります。一室2名様で90分5300円です。特別な癒し空間は特別な記念日とかに使ってみたいですね。